ワンダーランドのクレをジャーニーズが大冒険。クレから世界へ、クレワンダーランドジャーニー。プレゼンテッドバイクレシティ、クレ市の提供でお送りします。はい、ジャーニーズのアンドルです。クレの素敵なところをしていくのが楽しみ。 Let's check it out。アンドリューがいるのは企画展が開催中の大和ミュージアム。27回目を迎える今回の見どころを探っていきます。おお、戦艦大和、すっごい迫力だな。こんにちは、アンドリューさん。あ、こんにちは。大和のこともっと知りたくないですか？はい。大和ミュージアム企画展が開催中です。あの有名な戦艦大和、潜水調査で新たな事実が次々と発見されています。企画展では大和の引き上げ品のほか、武蔵の潜水調査動画や貴重な資料などを公開。海底に沈む戦艦大和をはじめ、海軍艦艇の今の姿を紹介します。今回の企画展では平成28年に寄贈された引き上げ品を展示しております。それがこちらです。これは単焦灯という特定の方向に強力な光を投射するサーチライトの課題です。大和と一緒に海底に眠ってったんですよね。アンドリューさん、あちらの写真も見てください。はい。当館所蔵の戦艦武蔵の写真です。わあ、That's great。戦艦武蔵は日本海軍が建造した戦艦で、当時大和とともに世界最大級を誇った戦艦です。このように大和以外の戦艦や最新の潜水調査映像も公開されています。この企画展は来年の1月末まで開催しております。さらに毎月第2土曜日には学芸員によるギャラリートークも開催しております。ぜひチェックしてください。戦艦大和の新たな情報が盛りだくさん。大和ミュージアムに definitely come。 クレで誕生した当時世界最大級の戦艦大和、潜水調査技術の進歩により続々と新しいものが見えてきました。皆さんもぜひ会場でご覧ください。